吉谷さん、FX の相場解説を始めて5年、最初の1年は1回も勝ったことがないことをつぶやきながら、全然わからないよと言いながらね、相場解説してました。その頃の再生数って数千回あったんですよ。でも現在、まあ大体100回前後ですね。今の方が的中率高いんですけどもね。昔は全然分かってなかった、単語も覚えてなかったんで、本当に右往左往うろうろしてたところだったんですけども、なんでそんな時期がね、1年間も数千回とか再生回数があって、今みたいな精度が良くなって、もう見て同じようにやるだけで勝てるようになった時代の方が再生数少ないですかね。不思議ですね。まあそういったところに YouTube の魅力があるのかもしれません。で、私限定公開で FX の教材って結構出してるんですけども、そちらの方全部オープンにしたらどうなるのかなと思って今からワクワクしてますね。FX ね、まあ本当何がどうなるのか、やった人しか分かんないね。大和くんね、見てごらん。吉谷のおじちゃんだよ。おーい、おーい、イエーイ。